では自己演出トレーナーの山口和子さんに、はい、次はあの謝罪の仕方、謝罪の、はい、における、ま、表情の作り方っていうのをお聞きしたいと思います。はい、はい、あの謝罪の仕方っていうのは、ま、表情として作り方っていうのはあるんでしょうか。そうですね、やはりその謝罪、あの申し訳ないっていう気持ちが相手に伝わるということが謝罪には一番重要なことになりますよね。ですからいくら言葉として大変申し訳ございませんでしたと言っていても、それが果たして本当に伝わってるかどうかっていうのが、実は大きくはやはりこの外見、表情に現れると思います。例えばですね、大変申し訳ございませんで3つのパターンでお見せしたいと思います。まず1つ目のパターンですね、大変申し訳ございませんというように少し口角が上がっているケースだと印象はいかがでしたか。うん、なんかちょっと複雑な感じですね。そうですよね、本当かなっていうふうに、そうなんですよね、はい、なんかこう言葉では謝ってるけど、あれなんか心からじゃないのかなってそうですね、いう感じを受けてしまう、はいはい、親しい間柄でそんなに大したことではないようなことであれば、これぐらいで構わないのかなというケースです。じゃあもう一つお見せしたいと思います。大変申し訳ございません、もうちょっとやめてほしいって感じですね、それはね。そうですね、はい、ちょっと勘弁、ご勘弁ください。そうですね、あの逆に感情を逆転してしまう、何笑ってんだって言いたくなります。そうですね、ちゃんと真面目に謝れって言いたくなりますね、はい、ですのでやはり表情と言葉はリンクしていないと相手には伝わらないということが分かりますよね。では3つ目のケースをご覧ください。大変申し訳ございませんでした、うん、はい、いかがでしょうか。あ、まあ、それはちゃんと、ね、伝わりますね、はい、表情の部分は大きいですよね。そうですね、やはり、まあ、もちろん表情で出していくということも大事なんですけれども、やはり根底には感情があるからこそそれが表情に現れるということがベースになりますよね。まあ、ということはあのちょっとこう笑ってしまってるということは本当に心からそう思ってない可能性もある、はい、そうですね、それも一つありますし、はい、普段から特に接客業などをされている方というのは常にお客様に笑顔を絶やさないようにしているということで、うん、知らず知らずのうちに職業病のように顔にそういった表情が染み込んでしまっているというケースもなくはないようですので、うん、やはりそういう場合にはしっかりとご自身がどんな表情を今しているかということを俯瞰で見ながら謝罪をしたり言葉を発するということを意識していく必要があるかなというふうに思います。なんか具体的にこう、口元を引き締める、はい、まあ、訓練というかな、1日1回はこうしたらいいとか、なんかそういう訓練ってあるんでしょうか。そうですね、あの、このやはり口の周りはしっかりと動かしていくというのが重要になってきます。ですのでやはり口がしっかりと筋肉が動いていればその分キュッと締めていくことも全く問題なく行えますので、このトレーニングというのはちょっと歯を磨きながらでもできますから、やっていただけるといいと思います。わかりました、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。